どうもこんにちは皆様。なんかめっちゃ色変わってる。もしもし。あ、待って、これ私上に羽織ってるわ今気づいた。バナナバナナ、もしもし。はい、すごい星投げカウントよろしくお願いします。この枠は星投げ1周とカウントができます。よろしくお願いします。ケンケンさん、イエロー&グリーンダルマちゃん、ありがとうございます。なっちゃーんって、どんどーどんどーうん来る、きっと来る。こうだわ。リングご存知？もちろんですよ。この配信は35分まで短いので、皆さん、お、ありがとうございます。リチャさん、ありがとうございます。星プラス50カウント、あ、千年に一度の国宝級イケメン、レインボースター、ありがとう。高色マックちゃん、かわいい、ありがとう。なっちゃんは学生時代セーラー服だったことあるのかなって、もうこれは聞いてますね。して真犯ですね、これは。いた、いた、え、爪じゃない、え、え、切れた、なんか来る、きっと怖。なんで、なんでいきなり、いきなり指の先が切れる、怖。でも血が出てないからそこまで深く切れてないです。あの中学校の時の、その中学校の時あれですね、セーラー服、あれセーラー服っていうのかな、セーラー服です。私のそう、謎に中学校の時ブレザーもあるけどセーラーみたいな、謎ですよね私の学校。でもなんか、え、でも私そういやさ、学校さ、セーラー服着たことあるんだ。でもなんかこの、なんていうの、この布をこうやって結ぶタイプのやつじゃなかったから、なんかボタンでパチパチってつけれるネクタイタイプだったから、そう、私、え、どっちも楽しんどんじゃん今思えば。私でもなんか
男子はずっとブレザーだったので、なんか学ランの男子を見るとキュンとしとったね謎に学ラン姿の男子を見るとキュンとしとったっていう謎の、なんか体育祭の時だけなんか他校からなんかみんな借りて、なんか女子とかも着るんよ、なんか学ランを。でそのさ、女子が着てる学ランがめっちゃかっこよくて、めっちゃキュンってなりと、学ランでよかったってそう、学生時代学ランでした、マウント星投げカウントだったのでじっくり見てください。おじさんが学ラン着てもキュンとしないよね。キュンとしますよキュンとしますよ、もちろん。おじさんが学ラン着たらね、そうキュンとするよあ、ちょっと学ラン探してくる。おはようございます。おはよう。どうしよう、次のお話会みんな学ランやったら。鍋子さんハートありがとうございます。学ラン来たら誰が応援なんやねんって誰も言っとらんわ誰も言っとらんわ。わいら学ランあれかな、野球部とかだったんかな、坊主頭やったんかな。はや、学ランに白い肩書きが、なんかさ、学校共通のカバンとかめっちゃ羨ましいんだけど、なんか可愛いイメージがある。今日のセーラー服のファンありがとうございます。今日前髪がいい感じなんですよ、お納めください。セーラー服着たことあるの？それは珍しい。学校指定カバンあったの？へえ、知らんかったよ。呪術廻戦見ますって、おお、いいね。映画そのままセーラーのままこのセーラーのコンビニはね、そうだね、いけないかなえ、めっちゃ思う、なんかセーラー服着たらなんかでっかい銃が欲しい。ちょっと探してこようかな、空き時間にでっかい銃探してこようかな。なんて読むんだ、なんの因果どちらのお店のお嬢ですか、どういうこといいね、映画から見始める、うん、映画から見始めるのいいと思う。因果か、あっとるやん、何の因果か、マップの手先、いいですね、なんかかっこいい。どういう意味なのかわかんない、これ私言っちゃいけないこと言っちゃってる。そしたらこれあのセーラー服と機関銃のセリフらしいのでセリフです。お花ちゃんセーラーで目ん玉飛び出て目が覚めました、ありがとう、よかった。では目ん玉拾っとってね、ちゃんとヨーヨー来るわ、あ、ヨーヨーでもいいんか、シュッシュッ。おー、なおなおさんカウント50までだよ、ありがとう、コメントたくさん。終わっちゃうね、じゃあ壇上見ます。13位なぜなにくん、12位月影さん、11位なべなべこさん、10位サタンさん、9位レブンさん、8位 NCR さん、7位しげさん、6位リチャさん、5位ダメヨさん、4位 SPP さん、3位たかひろマックちゃん、2位ジョージさん、そして第1位ケンケンさんです。皆さんありがとうございます。次の配信は12時5分、夏男が登場するかもねん。ではまたねー。